沖本正知は日本のプロレスラー。覆面レスラーとしてのリングネームは夏祭り、青森ねぶた祭りをモチーフにしたラッセ。東流門の旧規制として入門。ドン富士のミニバンとして活躍。本物のように相撲部屋出身ではないためパワフルな技はなかったが、本人と同様に華麗なジャーマンスープレックスをこなし、本物にはない飛び技などが披露された。 東流門 X に移行してもミニシーマックスの勢いは止まらなかった。やがて団体と共にミニシーマックスも解散する。ラッセ企画レスラー、道のクレンジャー銀として、道のクマットに参戦。2004年12月3日、覆面レスラー、ラッセとして、道のクプロレスでデビュー。吉常が女性などに人気を博すがラッセは子供たちから人気がある。しかし、近年は、 女性ファンからの人気がある。ラッセといえば、絶好調をスローガンにしている。県4 5度に試合中にマスクを剥ぎ取られる。2014年現在正規軍で活躍中。2015年により、長期海外遠征を行う。6月現在アジア圏は放浪中で各地のジムを渡って8キログラムの減量に成功している。 2016年9月16日より開催の第6回覆面ワールドリーグ戦に参戦するも、県部に1回戦で敗退。再度海外遠征に戻る。2006年、プロレスリングエルドーラドでは覆面レスラー、ジャコとして、プレハタげ戦から登場。南京都高校の先輩のブラザーヤッシに、正体をばらされて覆面レスラー、ジャンピングキットを木本に変更。ヤッシから、 カス野郎に対抗して、辻元バーカなど叫んでいるが、浸透はしていない。同行の後輩の日野博士と共闘や仲間割れがありながらも、ストーンド相手に、ヤッシュと日野と共闘して、ユニット、南京発近高校レスリング部を結成して、試合では、本名の沖本正知として試合を行う。移動は、ジャンピングシューズ。何事もうまくいかず、痛い目に遭うキャラが、 発する時代の石狩大地と重なる。南京発近高校レスリング部解散の際は、自らマスクを脱いで抗議するも実らず、グループは解散する。2007年11月、青森大会にて参戦したラッセとジャコを、近藤修二が同一人物説を唱えるも、ジャコの前に、ラッセが現れたことにより打破された。2008年、新規一点マスクを脱ぎ、 髪をかけけん45度と戦うも敗戦。後日、沖本正知に改名し、リングへ上がる。2009年12月、エルドーラードの解散により、フリーとなる。ありがとうございます。